今日はオーブンレンジの開封動画です。今まで使用していたものが故障し急遽ヤマダ電機で購入してきました。故障はエラーナンバー H73 で基板が原因のようです。アロマ産地では10年ぶりの買い替えとなります。レンジを取り出して設置していきましょう。設置といってもオーブンレンジを置いてパーツをつけてコンセントを挿すだけですね。まずはアースをつけましょう。緑のアース線をコンセットしたのネジにつけていきます。オーブンレンジの蓋を開け説明書などを取り出します。お弁当を温めてみましょう。最初、間違えて違うコンセントを挿しました。温め始めました。良い感じで温められました。今日の動画はいかがでしたでしょうか。動画が気に入ったらチャンネル登録もよろしくお願いします。